プロゲーミングチームゼータディビジョンのスタイルシーです。ナイス。これどうなの？高橋ゼロキルです。俺の龍神家公認ですよ。あ、来てしまったよこのゲームが。始めました。始めました。来てしまったよって別にやりたくてやってんでしょ？前がやってんじゃん。やりたい。ランクマッチやりたい。ランクマッチやりたい。プロゲーミングチームゼータディビジョンのスタイルシーです。何かユニークなヒーローを紹介します。今日紹介するのはザリアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ああ、キーを間違えた。ちょっと待って、何キーだっけ？あれ、あ、やばい、フック間違えた。もう出てるやん、君出てるやん。あのね、スキル間違えた。キーを間違えた。いいよ久しぶりすぎて。あ、何キーか分からなかった。絶対引っ張れたのに今、フィード。チクったわ。いやちょっとね、キーを間違えたっすね。アルティメット間違えて使っちゃいましたね。いや、もう何キーだったかなって、アルティメット。覚えてなかったわ。現状やんないけど。いつも現状逃げるよな。逃げんな。よく言うぜ、まして。逃げんな。お前、逃げんなって言いたいだけだろ、お前。絶対逃げんなよ、じゃあ、お前。逃げんなよ。逃げんなよ、そういう、お前。俺は逃げる。なんか逃げようとしてたもんな。ちょっと、どんぐらい、どうしますみたいな。逃げようとしたもんな。俺は逃げる。だってさ、悲しいね、プテチ。じゃあプラチナ行くまで逃げんなよ。悲しいわ、あんな。悲しいな。今まで頑張ってきたのに。じゃあやろうや。オーバーウォッチ耐久戦。まあでも、ね、まあ、ボルトさんが復帰してからね、やってみし、ね、逃げんな、うん。逃げるわけじゃないけど。逃げんな。逃げるわけじゃないけどさ。まあやろうや。今回まだちょっと前哨戦みたいな感じです。いや、やろうや。お前、行ったらじゃ絶対逃げんだよ。行、うん、ったらやろうや。マジムカついたわ。行ったら、うん、やろうや。いいよ。行ったらプラチナ行くまでやろうや。ほんとだね。ああ、いいよ。うわ、マッチングしたし。しかもプラチナ隊。これってやるよ。マジワンチャンプラチナあるんじゃないの、これ勝てれば。ある、あるってことだよね、だって。ワンチャンあるね。あるよね。こっち行こう。保ってないよ。やばい。ちょっと。ナイス。あ、やばい。ナイスなのゲーム。ナイス、ナイス、ナイス。撃ったか。うわー、マジか、死んじゃった。バリ撃ったか。ごめん。いや、いけんじゃない、これ。いけんじゃない、いけんじゃない、いけんじゃない。ナイス、ナイス。いやー、マジ、他がいる、こっちのチーム。うまい、これ。うますぎる。いや、これ止まったね。一回止まった。いや、ほら。これさ、これさ入ってる。粘ってくれたら、ホックで殺しに行く。押せる押せる。ナイスー。これどうなの？勝った勝った勝った。待って、俺ら止めたのか、俺ら。俺ら手前止めた。あ、ナイスナイスー。やったな、いけてんじゃん。あ、認定マッチ。あ、え、何クイズ？あ、自分ゴールドからスタートしました。俺プラチナでした。あ、間違った。あ、ちょっとおめでとうございます。これにてプラチナチャレンジは無事に達成されました。お疲れ様でした。え、待って、2942なんだけど。終わったよ。高っ。もうダイヤじゃん。だからもう60くらいでダイヤなんだよね。え、じゃあダイヤ行こう。ダイヤ行きます。俺フレックス使えば優先権ですぐマッチするぞ。ダイヤ行こうよ。タンクで。 あ、今タンクでついたの。タンクでついた。あ、じゃあタンクで。タンク行きます。あ、はい。でもやろう。デム、デム、デム、デム必死、デム必死、デム必死。あ、上、一緒逃げられたべ。ナイス、やったか。いいよ。やってる、やってる。ハルト、ハルト、ハルト、ハルト。あー、やばい、やばい、それ。でも、耐える。ナイス。あ、やばい、やばい、やばい、マジか。取ったと思った、今のは。こいつ、シャッターにそんなの起きてるわ。やべえ、強すぎる。お母さん、これ無理。おい、それ頑張れ、頑張れ。あ、この動きは。
じゃないの多分タンクレートが。ああ、俺のタンクのレートが高すぎるんだ多分内部レートが。これが元オーバーウォッチ日本代表グランドマスターのタンクレート、すいません、高すぎて一緒にできないみたいですわ。元日本代表な、悪い悪い、マジでやっぱグランドマスターですからね。一人でたらどうなんだろうね、そのランクあったね。ここでね、オーバーウォッチ老害特使ついてこれる、うん、あんま乗り気じゃないね。あんま聞、あんま聞きたくなさ。いいよいいよ大丈夫。うん、俺は悪かった。いやいやいや、あんま無理。あ、本当に、あ、本当に。あのね、あのね、やっぱね、ゴーストとか言って、やっぱいきなりタンク3、サポ3っていうのは流行りだしたけど、うん、その太古の昔もシーズン3ぐらいかな。うん、まあやっぱナノブーストっていうのが移動速度が上がって、攻撃力が 1.5 倍で HP が、うん、まあ、ダメージも半分になるってすげえ強くて、今よりスピードめっちゃ速かったの、うん、でそれでスピード合わせてラインハルト突っ込ましたらもうとんでもないスピード突っ込んでくるから、うん、もう絶対止めれない。さらにそこにタンクを3人にすることによって正面の圧を強くするフナティック構成っていうのがあって、まあそれでね、やっぱランク持ちが荒れた時期があったんだよね。まあランタンク3っていう構成がね、やっぱね、その、うん、聞いてる、聞いてる聞いてる。ああ、ごめんごめん。そのタンク3っていう構成がやっぱね、やっぱユーザーたちからあんまり評価高くないんだなって、そのゴーツの流れを見て俺その時思ったね。やっぱやってる方からしたらね、なんかね、割とどうしようもない。DPS の価値も薄れるし、サポートも圧死するし。マジ結構しょうもないあれやられるとね。だから今この222の構成で結構面白いゲームになってるかなと思うんだけど、どう思う？ヒッサー？いてる？おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありがとう、誕生日おめでとう、やった、おめでとう、誕生日おめでとう。わかんない、でも俺サポートくらいしかやったことないからわかんないよ、他のターン、なんかロールが。え、バーナやってたもんね。バーナとかクソもずいと思うんだけど。しかも大会見せれんかったしな。出た。もうそれね、アナの話するたびね、もうそれスパイア言って10回ぐらい俺聞いてんだよね。よっぽど心残りなんだ。悔しいね、やっぱりめちゃくちゃ。そうだね、スパイアめちゃくちゃ練習しててすげえ悔しいもん今でも。プロの時、あ、次の大会使うぞ使うぞ使うぞって言ったけど使わなかったよ。なんか使わないことになったんよ。すげえ悔しかったもん。え、さ、今回さ、これランクサポを選べないんだっけ。俺選べない。あ、また使えない。また使えない俺。そうか。この日のために俺アナ練習してきたのに。いや、そうよな。俺言ったな。この日のためにアナ練習してきたのに。言ってたけど、それは中国で。もうやめろ。もういい、もういい。ちょっとやめて。あ、うん、まあ、すいません。もういい。リベンジマッチ。それ言ったな、ネカフェの時にな。なんか、多分、ボソッとな。うん、なんかね、様々なね、思い出があるんですよ。うん、辛いな、ちょっとな。ごめん、ちょっと思い出にこんなセンチな気分でやっちゃって。ごめんな。うん、ごめん。浸っちゃって。やめよう、やめよう。おい、回避ブロックゲンジ行くぞ。いや、俺結構やばいぞ、俺。うわ、来た。あ、来た。あち。回避リストに入れまくるゲンジ。おい、出た。回避リストに入れまくって、マッチングしなかったゲンジ行くぞ。おい、マジでやばいな、やってること。人工入れ替わってきた。おー、くれ、7ブースト、7ブーストくれ。もういいの？いいよ。はい、切れねー、なんでー。いや、構成だ、構成。いや、でもなんか俺、切って、風切入れたんだけど。あはは、早くね。あれちょっと待って、高橋ゼロキルです。なんで今の切れなかったの、あれ。早く間に合わねえじゃねえか、これ。うわー、ロドッケー。誰が1、誰が1。やばいです、やばい、当たんねえ、クソ。ごめん、やばい。もう強い、もう。やばい、怖い、怖い、なんで現実したんですよ。おい、問い詰められてるぞ、スパイア、答えろ。問い詰められてるぞ、
輩や、この時代でもなんで演じしたんですかって言われてれば行けると思ったんですまあしょうがねえわ、行けると思ってんならしょうがねえわ行けると思ってんならしょうがねえわいやそれはしょうがねえ、行けると思ってんだろ、そりゃだって行けると思ったからやったに決まってんだろ、みんな行けると思ってるからやるんだよな、そうだよ、それはしょうがないよ、実際逆になんで聞いてきたんですか私の公式にリツイートされてるだって、ほんとだ、リツイートされてんじゃん、リツイートされとる、プデチが、ほんとだ、ほんとだ、すげえ、じゃあチーム組む、公式にリツイートされたんで現実買いました、公認です公認です、俺の現地はマジでブロックしよう、これちょっとプデチこいつブロックしていいっすよ公認ですよ、俺の龍神家公認ですよ、切られてくださいこいつブロックしいっすよ、切られてください、公認だよ、ダメだこれ、公認ゲンズこいつダメだ切られてください、危ないわこれ、一番相手しちゃダメなやつよ、俺無敵だよ、いや、お前ら回復しちゃってんじゃねえよ、いや、すげえ絶対殺せ、絶対殺せ、いける、いける、いける、ほら、すげえ、もうお前ら回復しちゃってんじゃねえよ、どこまで行ったの、お前もうてめえ、この野郎なん絶対殺せ、なんの、なん絶対殺せ、うわいやこれは割としょうがない気がするけどな、しょうがない、しょうがない、まあ割としょうがなかった気もしますけどねなんかもう別に抑え割としょうがないって気もしますけどね、うん、そうね、しょうがないよ、守りで取られて攻めで取るっていうのは割とめっちゃ当たり前だよねこのゲームはそれがちょっとねできなかったんで、攻めができなかったんで、まあ割としょうがないですよね、まあそうっすね、うん、すごい、俺はランク別につけたいとかないんで、まあ全然ね、当初のプラチナってのは達成しましたし、できてますからね、はい、なんかじゃあ任せます、トイレ行ってきます、俺もトイレ行ってきます、任せます、トイレ行ってきます任せます、トイレ行ってきます、はい、うん。